押しボタンスイッチの状態を調べるプログラムをを紹介していきますボタンを押しますと横方向につながるボタンを押してない状態だと LED が消灯していますボタンを押すと LED が点灯するプルダウン回路というのが組まれていたわけですねプルアップっていうのがあります傾きをですね変えていくと LED が点灯すると <music> こんにちは南です高校生から始める アルドゥイーのマイコンプログラミング実験室第4回スイッチをつけて操作するというテーマでお話をしていきます。この動画は主催デジキー企画、z e p エンジニアリングでお届けします。今回の内容はこのようになっております。まず、押しボタンスイッチというものを紹介して、その後押しボタンスイッチの状態を調べるプログラムを紹介していきます。 その後プルアップ回路とプルダウン回路というものを説明していきますそしてデジタルセンサーとしてチルトセンサーとですね人感センサーのご紹介をします最後に割り込み処理というものをご紹介していきたいと思いますまず押しボタンスイッチの説明します、まあ、こちらのような小さいスイッチなんですけども ボタンを押すすすすととですねカチッという音がするものになりますどういうふうに接続されるものかと言いますとこちらの図のようにですね最初はこの縦向きにですね線がつながっているだけなんですけどもこのボタンを押しますと横方向につながる左右につながるというものになります。ですのでこの 端子とこの端子に別々のところに接続しておいてボタンを押すと同通するということが実現できます押しボタンスイッチを使って LED を点灯させるというですね回路を考えてみたいと思いますこちらがその回路になります押しボタンスイッチ今2つ用意しましたそれぞれですねデジタルピンの D3 番ピン4番ピンに接続しますこちら側の押しボタンは直接ですね接続します一方こちら側の押しボタンスイッチは抵抗を介してグランドに 接続してでその間にですねデジタルピンを接続すると片方の方は5ボルトですね5ボルトに接続していきますで led の点灯回路は第1回目でご紹介したものと同じですこちらは d 5番ピンに接続されておりますスイッチを押すとこの5ボルトがこのピンに伝わってオンになったというハイレベルになったという情報を受け取ってこの LED を点灯させるという、まあ、そういうことを、ね、やりたいわけですこちらが制作した回路になりますこちらのプログラムをですね書き込んでみたいと思います今ボタンピンっていうものをですね3番にしてますとボタンの状態をですねこの「デジタルリード」という関数で呼んでいきますで「ハイ」か「ロー」かという信号が返ってくるのでそれをこの「ボタンステート」というところに入れてでそれが「ハイ」レベルであれば LED を点灯させると。 でエルスと書いてますがそうでなければということでボタンが押されてなければ、えー、ローレベルということで消灯するということですね書き込んでみますボタンが押されてないにもかかわらずですね LED が点灯していますよねなんかうまくいっていませんね、シリアルモニターですね見ていただくとと大体まあ位置がずっと出ているということでボタンを押してないにもかかわらずハイレベルというものを認識してしまっています実はこれあんまりいい回路ではないんですね手で触ってみると チラ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 しますよねノイズが乗るとなんかうまく動かないような回路になっているということがわかるかと思いますもう1個のボタンスイッチの方回路変わってますのでこちらで実験してみたいと思いますボタンを押してない状態だと LED が消灯していますボタンを押すと LED が点灯するということでうまくいってますね 今見ていただいたように2つ回路を試してみました。片方はうまくいかなずにもう片方はうまくいきました。で、それどうなっていたのかっていう解説なんですけれども、これがですね最初にうまくいかなかった回路になってます。スイッチが押されるとマグボルトが入ってハイになるんですけども、押されてないときはですねここが浮いてます。すなわち電圧が不定でハイなのかローなのかがよくわからない状態になっている。 ということでまくいった回路はですねこんな風になってました 5V とスイッチがつながっているところは一緒なんですけれどもマイコンに入ってくるピンのところをですねこの抵抗を介してグラウンドに設置させています下に引き下げているということでプルダウンっていうふうに言うんですけどプルダウン回路というのが組まれていたわけですね。でこうすることによってスイッチが押されてない時には、まあ、ローレベルになっていて。 スイッチが押されるとハイレベルになっていくともう一つを大事な回路としてプルアップっていうのがあります 先ほどあのグランドの方に設置しましたけれども 5V の方にです、ね、抵抗を入れてですね引き上げるような回路になっていますだから常に 5V がハイレベルになっていてスイッチが押されるとローレベルになると Arduino の内部にはですねプルアップという機能があります外にですね抵抗を使わなくてもですね内部でそのプルアップの機能をオンにすることによってうまくボタンスイッチのですね動作をさせることができるようになりますこちらがその回路なんですけれどもデジタルピンから直接こう接続されていまして で片方はグラウンドに設置していくということになります。マイコンの中に抵抗があって、抵抗が必要ないわけですね。組み上げた回路はこちらなんですけども、ボタン、スイッチで、抵抗を使わずにですね、直接デジタルピンに接続されています。片方はグラウンドに設置しております。こちらのプログラムを書き込んでみたいと思います。この部分が変わってます。 インプットプルアップで設定してます先ほどはですね、えっと、ボタンを押すとハイレベルだったのでここがハイになってたんですけども今度ボタンを押すとローレベルになりますのでここはローに切り替わっておりますでこれでちょっと書き込んでみたいと思いますボタンを押すと、はい、LED が点灯しますねうまく動作しているということがわかりますでこのプログラムを活用していくといろんなことができるようになります チルトセンサーというものがあるんですけれども傾きをですね検出するセンサーも同じような回路で作ることができますチルトセンサーってどういうものかというとえっと中にですね球がボールが入っているんですね何もしないとですね、えっと、非導通なんですねここにまあ線が2本出てるんですけども黒の線と赤の線は接続されてないんですねですがちょっと傾いてボールが移動すると この外側の枠とこの赤いところが同通しますので赤と黒の線が同通するということで、まあ、スイッチのような役割ができると傾きをですねこういうふうに検出することができますフィルターセンサーがついていてプルダウンの回路が含まれておりますでピンは8番ピンに接続されておりますこちらのプログラムを書き込んでいきます今8番ピンに接続されているということで8に設定されていて先ほどのボタンスイッチの場合は、えっと、ハイレベルの時 を検出ししてましたけれどもこれもこ同じですねセンサー傾いているときにハイレベルになりますのでハイレベルになったら LED を点灯させるというふうになっております傾いてないときにはローレベルですので LED が消灯するという、まあ、そういうプログラムですねこちらを書き込んでみたいと思います今 LED は点消灯しておりますがこの傾きをですね変えていくと LED が点灯すると傾きですね検出できるようになりましたディレイ 100って設定してますが、これがですね。実はないとですね。あんまりうまくいかないんですね。ちょっとやってみましょうと、ちょっとチカチカしますよね。スイッチ切り替わるところでガタっタとこうチャタリングっていうのが起きるんですけども、ソフトウェア的にこの時間を設定しておくと、その辺が解消されます。まあ、実は先ほどのボタンスイッチのでもですね。少し起きてた可能性はあるんですが、まあ,あのこういうのを設定すると軽減することがあのまあ、期待できます。次はですね。人感センサーあの正式には省電型。 赤外線センサーの実験をしたいと思います赤外線によってですね省電効果というのが起きましてまあ、それをうまく活用して赤外線があるかないかっていうのを検出するものになりますこちらがですねこの 赤外線のセンサーなんですけども上にこう白いキャップがみたいなのがあるんですけどもこれがフレネルレンズって言って光をですね集合するものになります人体からもですねたくさんこう赤外線が放出されていきますので人が来たら反応するようなものを作ることができますエアコンだったりとかトイレの便座とかですねと電灯とか、まあ、そういったところにこういうのが使われています3本こう線が 出てるんですけども一つはグランドで一つは5ボルトですねで真ん中に1本線があるんですけどもまあ、その線をですねまあ、デジタルの12番ピンに接続するという回路になります光電型赤外線センサーをデジタルの12番ピンそれからグランドと5ボルトのところに接続しましたでこちらのプログラムをですね書き込んでみたいと思いますえっ、ー、と今12番ピンに接続されているのでこのように設定しております センサーの状態ですね。読み取ってハイレベルになればですね。led が点灯するものをですね、えー、実行してみたいと思います。今点灯してないんですが、ここにこう人が来る動きがあると反応するという形ですね。で、紫外線を検出すると led が点灯するという回路を作ることができました。 割り込み処理というのをご紹介したいと思います通常ですねループ関数の中でいろんな処理をしていくわけですけどもその処理の途中に別の処理を実行したいという場合もありますそういったのを割り込み処理って言います処理1処理2処理3というふうにまあ続いているときにある条件を満たしたときにですね 処理 A を実行してでそれが終わってからまた処理2に戻るということができるようになりますこれが割り込み処理ですで実際アルドイノでどうやるのかっていうとこの AttachInterrupt という関数がありますでこれを使うとですね割り込み処理ができますでこれ今ボタンスイッチが押された時にトグル l e d というですね関数を実行するというまあ、そういうコマンドになっているんですね で割り込み処理の,そのトリガーですけれども、えー、といくつかやり方があってフォーリングっていうのが書いてますがボタンスイッチの状態がハイレベルからローレベルに切り替わった時にですねこのトルクーの LED という関数を実行するということになります。まあ、そのほかにもローレベルからハイレベルになった時に、えー、と起動するようにしたりとかローレベルからハイレベルハイレベルからローレベルになった時に起動するようにしたりとかっていうのができるようになります。 で今回は、えっと、ボタンスイッチですね使ってやっていきたいと思います、まあ、インプットプルアップですね内部プルアップを使って、えっと、ハイレベルの状態からローレベルに切り替わった時に LED の状態を切り替えていくという関数をですね実行してみたいと思います回路はこのようになっております LED は5番ピンに接続されていてボタンスイッチは今デジタルの2番ピンに接続しております内部プルアップを使いますので抵抗は使わずにですね実装しております で書き込むプログラムがこちらになっておりますと。今何をするプログラムを作ったかと言いますと、ボタンが押されるたびに LED の点灯と消灯が切り替わるというものですね。ボタンピンは2番で LED ピンは5番ですね。アタッチインタラプトですね。これ割り込みの設定をしてますけども、とこのデジタルピントゥインタラプトっていうのは、デジタルピンと実は割り込みするピンの実は番号は少し違うんですね。それをまあ変換してくれる関数になっています。実は 割り込みがでできるピピピンンンというののはデジタルの2番ピンと3番ピンですねトグルの LED ですねこれを実行するということなんですけれどもハイレベルからローレベルに切り替わった時にですねこの関数が実行されるということですねでどういう関数かというと LED ステートっていうのをですね、えっと、ボタンが押されるためにオンとオフを切り替えていくようなものになっていますなので点灯していれば次は消灯して消灯していれば次は点灯するっていうのを切り替える関数になっていますで注意していただきたいのはこのループ関数の中ですね今何も入ってません 本当はこのループ関数の中が実行されていくわけですけども、今回は割り込みの処理の実験ですので、外側にこの関数を用意して、でこれをボタンが押されるために呼び出していくということをやります。はい、書き込みが完了しました。まあ、今消灯してますよね。で、ボタンを押します。はい、このように LED が点灯しました。もう一回押しましょう。次、消灯します。押されるたびにですね、トグル LED というの関数が呼ばれて、LED の状態が切り替わっていくということを実現することができました。 で今は、えっと、ボタンが押された瞬間に状態が切りり替わります。今ここがですねフォーリングなんですけどもここをですねライジングですね切り替えてみたいと思いますびっくりマークありますよねこれはノットの意味で,です、ね、オンだったものをオフにするとオフだったものをオンにするというまあそういうまあ true とフォルスを切り替えるということになっていますではこれでやってみたいと思います ボタンを押したタイミングでは変わらずにですね、離すタイミングですね。これで切り替わります。押して離すときに切り替わる。まあ、内部のプルアップになっているので常にハイレベルですね。ボタンを押すとローレベルになるので、ローレベルからハイレベルに切り替わるということは、押した状態から離したタイミングで LED の状態切り替わるということになります。 次回はセンサーでアナログ値を測るということでポテンションメーターと呼ばれるですね可変抵抗なんですけれどもその抵抗値を測るですね、方法をですねご紹介していきたいと思いますそれを応用するとですね光センサーで明るさを調べるということもできますジョイスティックとマトリックス LED を使ってご紹介したいと考えております今回は以上となりますご視聴いただきありがとうございました 皆様いつもご利用いただきまして誠にありがとうございますデジキビジネスデベロップメントの鈴木です前回実施したウェビナーでの実演デモがお客様に大変好評いただきましたので今回部品評管理ツールマイリストの各種機能を説明するチュートリアル動画を作成いたしましたコストダウンを実現したい代替品の選定を行いたいなどお客様がお持ちのお悩みや課題解決にお役立てくださいその他 このやり方を知りたいなどご要望がある場合は次回のチュートリアル制作時に参考にさせていただきますのでご連絡をお待ちしております部品表管理ツールマイリストのチュートリアル動画はこちらの QR コードもしくは YouTube の概要欄をご参照ください